小林さんからお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちはあ、よかった安のラストだったんだね。みんなどんな声出してくれるかと思いましたけど、えーえー、とても嬉しいです。今日はね、あのネタバレして話せる本当最初のステージになりますので、いいステージね、良い,いステージになればと思います。よろしくお願いします。それでは高橋さんお願いいたします。はい、え皆さん8時50分の会だったということで、今日はおはようございます。 気持ち悪い気分にさせてしまったかと思いますけれどもその気持ちをこの空間皆さんと共有できたらと思いますエミリア役高橋里ですよろしくお願いします新井さん <laughs> お願いいたします <laughs> はいおはようござい はい、気持ち悪くなさそうですねビ <laughs>、えー、アトリス役の新井さとみです、えー、楽しい時間を過ごしましょうどうぞよろしくお願いしますそれでは岡本さんお願いいたしますはいどうもおはようございますおは,すおはす学校感ありますね <laughs> 楽, <laughs> 楽しいですねこれねいや朝早くからありがとうございます、えー、ガーフィール・ティンゼル役の岡本信子ですゴージャス いけますね皆さんありがとうございます今日お願いしますーそれでは天崎さんお願いいたしますはい皆さんおはようございますおはようございますありがとうございます気持ちよくなりたいですか どういうことですかこ,こっちに求めないで気持ちよくなりたいってどういうことう助,け助けてください <laughs> <laughs> 内政官でしょ、自分に求めてよ失礼しましたはい、お夫数円役の天崎光平です本日はよろしくお願いします ありがとうございます。それでは早速お話聞いていきたいのですがまさに先ほど皆様劇場型悪意をご覧いただいた直後というところでネタバレありで様々なトークをお聞かせいただければと思いますでは早速皆さん劇場型悪意を最初にご覧になった時の感想をお聞かせいただけますでしょうかあもうこれはクロストークでいいんですかねクロストークでお願いします、うんはい、いやまあでもアフレコ自体がね、はい、もう4年ぶりぐらいになったんですかねあれは。 そんな感じもしなかったですけどね。間でイベントとかもあった関係もありましたけど初めてアフレコをやった時にそれこそ90分やる意味はラストに全部詰め込まれてるって取材とかでも言いましたけどあそこに向けてどうやってまるでそんなこと絶対ないよみたいな感じでやっていくかをすごい考えましたけどでも出だし結構好きでスバルが走ってるところも含めて始まってる感が。 そそそうそうそうしそたなって感じがしてあのアドリブを聞きながら「いざ大将!」って思いながら応援してました後ろでわ <laughs> かりますだからそのオンエアっていうか劇場で見てもそうですけどアフレコの時にも確かに始まったって感じしましたよねあの瞬間はあともう第その最初の90分の中でもやっぱここにいる5人全員になんかすごい役割がしっかり ねなんか説明されてる感じもあってねいつの間にか内政官になってるし酔っ払ってましたねフォークワークス危なかったよーかけられそうになったあそっかオッドってお酒飲める年なんだそう大人なんですからガフィールダメですからスバルもダメですから男性人の中では最年長になるおーそうなっちゃうんですかおだだからセリフ量も多かったもんね それより頑張ったよね、勇者のシーン。やはりそのまあね、あの皆さんも久々のリゼロということで、あの今こうなってますっていう話をずっとおとがしてくれましたね。勇者、勇者の中で、いやあれで少しでもね、あの皆さんあのこう取り戻していただければ記憶をと思って。横に座ってたんですか、あまちゃん、もう台本がもう、ペンでもぐじゃぐじゃ。 巻き込みで半端なかった。ずっと練習してたんです。あんまり言わないでください。一生練習して。あんまり練習とか言わない。テレクサインに。初見でできるもんね。そんなことないです。まあ、そんなエミリア陣営のなんか、現状、まあ、あの、前のテレビシリーズから一年経ってるという設定ですので。そういうのがしっかり描かれた上で、まあ、今回は本当に、大選候補者勢揃いなので。まあ、とにかく豪華だったなっていうのが、やっぱ率直な感想でしたね。女性陣は、やっぱ。 なんていうんでしょうホームチェンジというかまあ言ってしまい浴衣というか、超よかったすすすすシュシュあれ超可愛かあれガッツや踊り部でしたね全部踊り部ですあのセリフが何も書いてなかったのであこれは入れ放題パターンだなさすが入れてみたね長よかった皆さん今日浴衣の

まあね、可愛かったシーンがあったのにっていう感じで。確かに、そう、本当、台無しですよ、最後、感情の起伏がすごい、こう九十分の中で、なんか感じとりましたね。新しいキャラクターもね、たくさん出てきて。そうね、すごかったね、あの、リリアナちゃんとの、あの。ラップ、ラップバトルでいいですか、あれは。ラップ、いえいえ、ラップバトルになるち いやまユニゾっンね、まちょっと今まで鍛えてたのはこのためかなかる方だけでで結構よ。え、夏木すばルは自分の中ではラップは上手い下手っていうと、どっちなんですか、大将。えっとね、ラップは分かんないけど、でも歌は上手い設定らしいの、だから、あいつのあのノリだから、ノリでやったらノーゴできちゃったぜって。 押し通そうと思いました。ちなみにあのラップはあの一発お受けいただきました。さすがです。さすが、お上手。でも結構きつくだからきついってあれだけど山根ちゃんが歌うまいじゃんめちゃめちゃに。歌声変わるんだらいいやなってますね。そうなのよ。だからさ。 なんかお俺の声がすごいこの曲全体を汚しそうだなっていうなんか <laughs> そういうちょっと背徳感はありましたけど <laughs> あまあでもねっいいろろ背負うものがあるんでさ、うん、いいすすがでさまざまな再会や出会いを果たしまして最後シリウスが登場しましてまたもや危機に直面するスバルですがここの感想でしたりアフレコの思い出だったりありますでしょうか 意味がわかからなっったやぱり何何何何みたいなって思ってる間に終わっちゃって気持ち悪いって話しか知らんから気持ち悪いってどうしてっていうのは本当に今謎だけぶっちまけられた感じわかんないでそうねだで僕も初めて滞在死去って言われて緊張していたはずなのに途中から急にね一緒になって笑い始めたりもして。 で最終的にブシューってなっちゃう。そうね。ねなんかどんどんこうなんだろうあの話術に取り込まれていくというかいつからって感じ。そうそうなのそうなのいつの間にっていうね。そうだから気持ち悪い。そそうう、だからもう本当あの最後の気持ち悪いにはいろいろあってまあその状況がわかんないのにあのこうなってしまった気持ち悪さとあの。 一年ぶりなんですよ死に戻りをするのがそうだねだからそれによるなんか久々のその感覚で来る体重的な気持ち悪さとあと多分自分が一緒になってなんか熱狂してたことへの気持ち悪さと本当にそういろんなものがあるのが本当一言に集約されてるんでなんかすごい自分でやっててなんかぐちゃぐちゃでしたねあそこ頭が <laughs> <ん>やっぱあれリゼロ帰ってきたなっていうのはあのラストシーンとかでより感じる そうねあそこがうまくいかなきゃ多分みんなんで終わるだろうからもしかしたらそこが一番どうしようか悩んだところではありましたけど。 アメリカでは一番盛り上がったとこだ。そアメリカの皆さん。ワールドプレミアの皆さんも。ちょっと一瞬間にうえ。そうはい。これがリゼロだぞい。そうそいやいや。アメリカ。すぐに俺たち登壇するときにどんな顔で登壇するんだ。そこアメージングになる。アメージング。そうか。ね。さすが。えちなみにあの上映の時って皆さん若干なんかこう声が出たりはしたんですかね。なんかここで。

ねえだからそれこそねアメリカでやった時はもう、うん、なんか結構フリーな上映だったからかそうみんな好きなように騒いでてだからうん、うん、ある意味ビルヘルムさんとかが出た時に<ー>ウワー,ーって,言って,言ってビルヘルムニックス5みたいな一番人気でしたね<ー>そ,うそうなのよへー,へー はい一番人気えちょっと浴衣のシーンとかよりも歓声が上がったってことあまあ黄色い声はもちろん浴衣の方が温圧だねブルヘンそうそうそうです温圧そうでもすごいいや男も惚れるかっこよさでかかるそっかじゃもうハインケルに対してはハインケルはねやっぱ初出だったからこそなんか結構みんな静かに状況を感知している感じがないかったとかね心機一そうか ね、そうだからいつか日本でも応援上映とかしてみんながどのシーンでどんな声を出すのか確かに楽しそうだね応援どうしたらいいの気持ち悪いみたいなことすか気持ち悪いまで5、4、3、1、1、気持ち悪いみんなで一緒にねちょっと俺たちず後ろでちょっと見てたような応援ってすごいですねなね 皆さん、エミリア陣営の5名の方に今日あのお越しいただっておりますが、うんはい、サ r d シーズンにあたって何か関係性キャラクターで変わったところなどはありましたでしょうか<ー>関係性あ、ありますあります。あの、オットーがベアトリスのことベアトリスちゃんって、っはい、そう、ちゃん付けで呼んでくれてて。確かに。そう。なん。 好きなんですかね。チャンだよと思って。チャだ飛躍しすぎじゃん。もしかして。あとペトラもちゃん付けで読んでくれるし。そうそう。あなんか一年でいろいろ変わったんだなって。距離が縮まったんだなって。ガフィルのことも結構いじってましたね。いじられキャラだし。一番気になってるのは龍舎 うん、ずっと走ってん、あいつ、そう走ってた。入れてくんねんだって思って。いや、見回りに。警戒をね、そうそうそう、警戒を確か言ってそう、あとあのガーフィールにも、あの加護があって。あ、そう、そう、その加護の話って、しても大丈夫なのかな。お、あれ?。

今三期に向けて知ってて平気なラインのあ<ー>。ああ、欲しいライン。うん、覚えておくべきガイドラインをオットーボイスで全部ちょっと。オットーボイスで。オットーお仕事が増えたぜ。ビジネスチャンス。<laughs> <laughs> 商人ですから。素晴らしい。一分以内にまとめて。一分。一分で分かる。頑張ります。ね<え>お願いします。まあ、あとは、なん、なんだろう。 エミリアで変わったことというと自分の中では試練を終えた後のエミリアだからって思ってちょっと立派に頑張ろうってすごい思ってたんですけど真逆のディレクションで「試練のこと忘れてください」とまで言われちゃっていや忘れちゃダメなんですけどなんか試練を乗り越えたからっていうのが逆に邪魔な情報になるくらいエミリアはなんかどこか。 脳みそが筋肉になってしまったところがありましてでもあれは <laughs> 後ろから見ててもやっぱ大変そうというかうこうやっぱね針の穴に糸を通すような芝居感だったなってみ、ねうんな見守っててくれた頑張れって親いからこれは難しい。うんい 難だってリフが自体はさ結構真面目なことを言ってるところが多いからやっぱその成長に引っ張られるのはすごいわかるなと思いつつ意外と真逆の方面でたくましくなっていくんだっていう意味でなんか頼もしさっていうよりかはたくましさの方がエミリアには近い言葉なのかなっていうところのすり合わせは結構変化としてやらせてもらってます。 ありがとうございます劇場型悪意今日皆様ご覧いただきましていよいよ10月から放送も始まるというところでちょっと一足先に二話の見どころをネタバレにならない範囲でぜひお伺いできればと思います <laughs> 出た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 , <laughs> 出た,出た何を言いますかーー何を言いますかでもあのこきっかけポイントは、うん、リリアナのおやつの話よね、うん、っていう ああ確かに戻ったところねおやつから始まるねおやつからねおやつをねうん何回おやつ食べるかなみたいなそう何回おやつと出会えるでしょうかねまあだからある意味リリアナ役の山根ちゃんは洗礼を受けたよねあねそう何も知らないきっかけポイントのこれがリゼロキャストに求められることいや引っ張ら その戻され、戻る側はそのままの気持ちだけど戻されてる戻ってきてる側の人たちは明るくいかなきゃいけないから引っ張られちゃうのよこれがでもあの場にいたのはエミリア・ジーンて言ったらここの3人なわけだけどもう本当ねやっぱ頼もしさがすごいんです2話ってだから2話をやったおかげで俺ある意味あれ 頑張れるかもしれないってちょっと思うきっかけで、えー、<ー>も、そうだったんだ。うん、そ本当に、それはちょっとまた改めて二話が放送されたときにちょっと改めて言いたいんだけど、うん、そのぐらいちょっと僕には心強い話数だったので、うん、ああ、それを楽しみにしていただきたいし、え、こっちの二人は二話以降なんか、あまあでも今後まあでもどうなった、たたね、まあでも何て言えばいいんだ、まあ 新しいね、と新しい関係値というか見つけたとか耳との関係値をちょっとね、注目してもらえたら嬉しいなと思いますしじゃあ、は二日酔いが治ってるのかっていうお父も気持ち悪くなってましたからねそれが治ってるのかも含めてでも今回やっぱり応戦ね でいろんなあのキャストが集結してるんで、なん各所であのそれぞれが頼もしく頑張ってる姿を見ていただけるんじゃないかなというふうに思うので、その辺に注目してください。今回得点が今ね引きだったけど、今一週目から二目から小冊子になるんですよ。そうだったそうだった。すごい読んじゃった。あ読んじゃった。読んじゃった。読んじゃったの。読んじゃった。何か読ただ。何か読んだ。あちょっと。 1回目読んでもらってもいいんですけどこれオンエア終わった後にもう1回読んでもおもろいやつだなってすごいあの脳内再生されるちゃんとまだ脳内再生されない段階でもしかしたら読むことになりそうだから。ああという個人的には劇版作家の方のインタビューでイインンタタビビュューーもで3期から好きになったキャラクターがガーフィールって書いてあって。

コンビというかそれも含めて可愛らしいいなっってやっぱ思いますね僕、ミミとガーフィールで好きなシーンがあのミミがあの、えっと、最初の、えっと、ど,どのシーンだったかなミミがガーフに飛びつくところから一番最初か。ににに来たがのの手前かな本当初スバルトレーニング終えてとこここで、まず ダイブするんで次のシーンであの違うカットになったら後ろに移動してて、それが可愛い。どうやって移動したのかなって。けけけけって言ったのか。そうだ。あまちゃん耳押しなんだよ。そうなんだ。そう耳ばっか見ちゃう。可愛い。可愛い。あと裸足の耳が可愛い。裸足の耳をね絡めて。 いいっすよね。みんなの靴が並んでるのが可愛くて。確かに靴脱いでるとこ激レアだなって。あみんなこういう靴履いてんだって。すごいあそこ止めてみたいよね。エミリアも話だったの。びっくりしちゃった。そうだ意外さ。空ラギ式ですね。ねえカマランス。まちなみにこの空ラギ式だったりとかその大好き焼きっていうのは実はあの。 異世界カルテットっていうね、の作品があったんですけど実はそこで出ててなんとなくの匂わせがあったんですよだから俺もアフレコやっててあここですぐ出てくるんだって思うのはすごい楽しかったそれも含めてもも見てららえたなうありがとうございますでは早速もうお時間になっておりますのでちょうどいいところで締めていただきありがとうございます。 では天崎さんから一言ずついただければと思います。はいはいはい、はい。えー、まずはですね、あの朝早くから、えー、劇場に足を運んでくださって皆さんありがとうございます。えリゼロから始める異世界生活サードシーズンついに始まりましたね。どうどうしましたか。<laughs> 元気そうだなって思って、うんうん、元気でしょうそりゃ <laughs> そりゃ元気でしょう山 <laughs> でもねあのご皆さんにようやく見ていただけてすごく嬉しく思いますオットもあのこのサードシーズンからようやくついにエミリア陣営に本格参戦というところで内政官としてもうたくさん車にゅにいろんなところ走り回って頑張りますのでぜひとも応援の方よろしくお願いいたします本日はありがとうございました引き続きよろしくお願いします。 本さんお願いいたします。はい、皆さん、本当朝早くからありがとうございました。ガーフィールディングスの岡本信子です、えー。そうですね。ガーフィール周りで言うとまあ、ラインハルトにああやってですね。攻撃しかけて。でも全然強さがもう足りないみたいな、うん、ところから、結構彼にとってはですね。あの一大事件なわけで強さとは何かみたいな。 大将をどうやったら守れるんだこれじゃだめだみたいな葛藤もありつつあのー、まあ他のキャラクターともいろいろあるんですけどこれ結構成長感みたいなものもガーフに関しては見れるような気がしておりますえ個人的にでもお芝居の判定でやっぱシリウスがめっちゃ面白そうであれね役者的にはああいうのやってる時き本当ね、あのー、楽しいというかこう脳内を結構悪に染められるんで。 普通じゃでできななないよような感覚になったんですんねだから、あのー、いつか聞いてみたいですけどね、<あ>本人にも <laughs>、どんな気持ちでやってたんだろうとか、この前ね、一緒に登壇した時には、あのネタバレなしの登壇だったんで、ネタバレありの時に、どこかで聞いてみたいな,なっていうふうには思ってますし、そのね、シリウスばりのキャラクターが今後もどんどん出てくるんで、個性強めなキャラクターがどんどん出てくるので、ぜひ見ていただいて、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。本日はありがとうございました では新井さんお願いいいたします、はいえー、皆さん、今日はお会いできてとても嬉しいです。えー、とそうですねベアトリスのことで言いますとあの2期の終わりでスバルに外の世界に連れ出してもらえていよいよ3期からベアトリスの人生が始まるというか,なんかそういう気持ちであの3期はスタートしました。であの本当 <laughs> かわい,いな 本当はこういう子だったんだなってすごくあの楽しい気持ちでベアトリスを演じさせてもらっておりますえ、ベアトリスに関してはこんな感じかな <laughs> ね、あと本当出演者の皆さんが本当あの面々が本当に豪華だし最高に素晴らしいお芝居をしてくださるので本当収録がね楽しいですよ3期ぜひ楽しんでください今日はありがとうございました では高橋さんお願いいいたします、はい、改めましてエミリア役の高橋理恵です今日は皆さんにこの第1話を見ていただいた後のこの気持ちの余韻をちょっとでも私たちで明るくできたのであればすごい嬉しいなと思いますしこの明るい気持ちであればもう何週かいけるんじゃないかなもう何回くらいか気持ち悪くなっても頑張れそうかな。<laughs> なんかああののまだねあのオンエアがちょっと 我慢してもらう先になっちゃうと思うんですけどきっとまた10月始まったら1ヶ月待ってよかったって思うくらい毎週の情報量浴びまくっちゃうと思うのでそのための準備運動を皆さんもどうぞよろしくお願いします今日はありがとうございました それでは、小林さんお願いいたします。はい、えー、すみません。冒頭に名乗り損ねていました。改めまして、<laughs> 夏木スバル役の小林祐介です。本日は本当に朝早くからお越しくださいまして、ありがとうございます。<laughs> 本当に発表があってからだいぶ時間が空いて、皆さんを本当にお待たせしたなと思うんですけど、あの皆さん、この最初の第1話90分を見ていただいて、すごくあの素敵な顔を見ることができて、あ あの本当に素敵なものをちゃんと今から届けられるんだなっていう自信に僕たちもつながってとても嬉しいです。あの本当に僕もスバルを演じていてい なんだろうやっぱファーストシーズンセカンドシーズンって本当スバルにとっては結構孤独な旅だったなっていうふうに思うんですねもちろん周りはすごく助けようとしてくれるけどどこか結局1人で頑張っているような,なんか錯覚に陥っていたんですけどサードシーズンはあのもう最初からみんながちゃんと一致団結して進んでいるっていうのをすごい感じることができてあのなんだろうもちろん辛いことも多いは数ありますけれどもそれ以上にやっぱ頑張れるなっていう気力の方が。 あの満ち満ちているので、本当に溢れ越していてとても楽しいです。えっ、ー、ともう何でしょう？キービジュアルから見てもわかるように、今回は応戦候補者対滞在式用とのバトルっていう風に戦闘がすごくメインになっている。 あのシーズンになっているんですけれど今までとはまた違うリゼロの暑さを皆さんにこれから、ね、どんどん届けられるのが楽しみです、えー、2話以降も皆さんを飽きさせることは絶対にないと思いますので、えー、もうしばらくオンエアの方を楽しみにしていただいてその時からまたみんなで、ね、1週間モヤモヤを抱えるその楽しみを味わえたらなと思います。えー、これから一緒にに楽しししんでいいきままょうう本当に今日はありがとうございました ありがとうございました。以上をもちまして、リーゼロから始める異世界生活劇場型悪意舞台挨拶を終了させていただきます。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。大きく手をぜひ振ってください。あ、いいですね。はい、大丈夫でしょうか。はいはい